外付けうっかり YouTube 萌子チャンネルです。おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。私アミトモエと申します。なんだかいつもと違う挨拶の順番になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。またちょっと声がガッサガサになってきましたね。今日は144本目です。さらにですね、イヤホンをつけずにモノラル、そして内蔵マイクで撮ってみたいと思います。こちらの回は話題としてはほぼ2回目なのですが、湿気すごくないですか、その2ということで、湿度に対するいろいろな準備ですとか、梅雨にかけての心持ち、自分の体質なのかもしれないんですが、最近湿度計をよく確認するようになりまして、ずっとあるんですけれどもね、 50% 台でも自分だけ異常に湿気が多く感じている、ベタベタしているみたいな感覚になることに気づきました。よく調べたら、体も体内から除湿をしないとある程度ダメなんですね。で、汗かくの嫌だなと思って、今コンビニとかでもいろいろな種類売ってますけれども、体を拭くシートとかね、いただいたり買ったりして多用してたんですね、すでに5月ぐらいから。そうすると汗をしっかりかく前に拭いちゃってるのか、なんだろう、まあとにかく汗をかかないよかかないようにしちゃってるのかなという感じになりました。で、さらにですね、除湿機を一昨年買ったんですけども、びっくりするぐらい噛んじゃった。お水が溜まるんですよね、透明な。ある方が X で、この水なんとか再利用できないものかっていうぐらい綺麗だなって書いてたことを思い出しましたが、本当に無色透明、まあ、水ですのでね、さすがに飲んでみる勇気はないですけれどね。まあ、植木とか鉢とかだったら大丈夫な気がしちゃいますけどね。そう、それを満タンにしないうちにもちろん捨てるんですが、それが溜まっていても多分湿度が上がっちゃうんですよね。さらに超アナログなんですけども、3つで200円ぐらいの湿気取りみたいのありますよね。あれとかもいろいろクローゼットとか各所に置いたりしております。でもこういうふうに喉がカッサカサで、今もたっぷりお水飲んで、たっぷりのホットミルクを 200cc ぐらいいただいたところなんですけどね、ダメですね、これもしかしたら乾燥してるかも。あとはエアコンを浴びても浴びても体の熱が取れなくて寝つけないとかね、そういうことが起きてます。どうしよう、梅雨始まったらね、皆さん助けてください。湿度対策、汗やっぱり拭きすぎるの良くないのかとか、乾いたタオルの方がいいのとか、いろいろご存知の方いらっしゃったら教えてください。それではよろしければチャンネル登録、コメント、高評価、積極的転載よろしくお願いいたします。ガサガサの声ですみません。144本目、湿度のお話その2でした。本日もご視聴ありがとうございます。ではでは。ゆっくり休んでね。